お前たち、誰の許しがあってここへ入った？セバスチャン、なぜ旅芸人が住み着いている？何よ、無礼な。私はイングランド国王、エドワード5世である。どういうことだこれは。どうやら本物だったようですね。はぁ、ほんの数ヶ月とはいえ大いにあったのは事実だ。仕方ない。かしこまりました。一体何を話している？シエル・ファントム・ハイバ伯爵でございます、陛下。非礼をお許しください。陛下のおいでを伺っておりませんでしたので。よい、許そう。珍しい客人だからな。客とおっしゃいますが陛下、この城は現在我が社の所有物です。では新しい管理人か？いいえ陛下、はっきり申し上げましょう。この城を明け渡していただきたい。出て行けというか。あ、そうか。でもいろいろと大変だったろ。それが実はそうでもなかったんだ。それは最初は柳波に尋問されたけど、ある日突然もういいって言われてな。ひどい目に遭わされなかったか？心配すんな、問題ない。本当に本当か？立場が逆ならお前だって同じこと言うはずだ。それにしてもいいとこへ逃げ込んだな。確かにここにいる人はみんなよくしてくれる。何の事情も話してないのにかくまってくれて。でも俺は、いや、でもな御影、お前にエロ本渡したやつ、あいつはヤバいぜ。フラウって人か？そうだ。あいつは態度もでかいし見た目も危ねえし、なんであんなやつが司教なのかわかんねえ。そうか、話のわかる兄貴って感じじゃね。まあ時々はあいつが言ってることも一理はあるけど、でも俺はあんなやつ認めねえ。なんだよ。いや、案外お前とフラウって気が合うんじゃねえかと思ってな。んなことねえ、絶対ねえ。研究所の責任者は？それはバスク・グラン准将です。先日スカーに殺害されました。銀さん。仕方ない、直接行って調べてみるか。うん。ちょっと待って。ここからは大人の仕事です。それにまだスカーが狙ってるんですよ。表を出歩くのは危険すぎます。いや、でも第五研究所は私どもで調査しますから、ここで待っていてください。何か分かり次第報告しますから、お願いします。兄さん。しゃあない、じゃ任せるよ。よろしく頼むな。はい、お任せください。知り合いなのか？君、お願いがあるんだ。はい。ちょっと外してもらえるかな。エデンはお前が田畑邸に桜小路桜を伴い危険にさらしたことを不快に感じている。桜小路さんのことをエデンが？エデンからの命令だ。お前、あの子の護衛をしろ。俺がなぜ、俺は瞳を。グダグダ言ってんじゃねえよ。キリキリチャキチャキ働くんだぞ。いいな。お前がエデンのことを気に食わないのはわかる。正直俺も好きじゃない。だがあからさまに態度に出しても動きにくくなるだけだぞ。あの子のことはこっちでも調べてみる。鎮守とはいえわざわざコードブレーカーを護衛につけるのには理由があるはずだ。相変わらずだな。で、お前最近バイトしすぎだ。そろそろロストするんじゃないか。気をつけろよ。